2019明治安田生命 J1 リーグ第18節、県立鹿島サッカースタジアムから鹿島アントラーズジュビロ磐田の一戦をご覧いただきます。七海監督辞任を受けて鈴木ヘッドコーチ昇格をもって戦うこの鹿島との一戦、アウェーの磐田にとっては、シーズン最大の正念場での一戦といえます。両チームのメンバーがピッチに出てきました。鈴木秀人新監督就任会見で言ってましたが、とにかく点が取れてないんで、攻撃をどうしていくのか、これが鍵であるという言い方をしてましたね。その通りだと思いますね。鹿島の方は伝統の 4-4-2 です。コンスンテゴールキーパー、最終ラインサイドバックに欠員が多い中、今長木が右サイドバックを務めています。町田犬飼がセンターバック、左は若い小池です。レアンドロ、ミサオ、レオシルバ、白崎の中盤、セルジーニョ、ドイの2トップです。ジュビロ磐田の今日のラインナップです。ゴールキーパーはカミンスキー、最終ライン高橋翔平、大井、新里の3センターバックです。小川大輝、田口、上原、松本の中盤、 1.5列目、2列目に中山、山田と予想してロドリゲス最前列、中山、レーン、ロドリゲス、チャンスだ磐田、ロドリゲス、ロドリゲス、中山のポストプレーからロドリゲス、シンプルに2人だけフィニッシュまで持っていきました。さて、2試合連続先発の小池、この位置からのリスタートを任されるように左足は持ってます。手前でレアンドロヘディング、オウンゴール、新里、まさに鹿島劣勢の28分間、しかしながらワンチャンスで先制です。前でフリックしたんですかね、レアンドロですよね。はい、いい形でディフェンスの後ろから入ってきてフリックして、これも新里はしょうがないですね、触らざるを得ないですからね。大井は前でもらいました。ロドリゲス、これが怖いんです。前向いたロドリゲス、左松本、中ロドリゲス、強烈だ、今日3本目のフィニッシュ。シュートなんかちょっと分かりませんけど、いいとこ止めましたね。これ上原が正面、ここで受けます。左に逃げた荒井優斗、こっからですと得意のカットインのシュートは、もう三沢が潰しに来る。三沢が体を、荒井優斗、体を寄せた三沢を振り切って、最後左足、荒井優斗、一つ荒井優斗の良さ出ましたね。ですね、強引にやっぱり突破してって、あの位置で左足で振り抜けるんですからね。はい、おっと、小川で取って山田裕樹がここにいた。上原の前、山田の左足だ。いやー、コンスンってしのぎました。ビッグセーブですね、今のは。枠を捉えた山田の左足、最後コンスンって。ボールもらう前にちょっとね、周り見て相手の立ち位置確認してシュートコース作りましたね。森谷起点で荒井優斗、山田、荒井優斗、森谷、山田、荒井
ユートン3人絡んで最後アダイユートン、まあ、アダイユートンのシュートのタイミングも面白いタイミングですけど、はい、セルジーニョ山本行くレオシルバーピンポイントで当てました。決定的な形作り出しましたね。セルジーニョのチャンスメイクです。いいとこ見てますねセルジーニョね。これでゲーム終了の笛です。小池の活躍、鹿島 2-0 完封勝利。一方の岩田、鈴木秀人新監督初陣でしたが白星ならず。